6月下旬から7月初めにかけて続いた全国の猛暑について気象庁の専門家会合は異常気象とする見解を明らかにしました6月下旬から7月初めに全国の24地点で最高気温の記録を更新しましたこの猛暑について気象庁の専門家会合は異常で極端な状態だったとして異常気象とする見解を示しました 原因として、日本付近でこの時期としては強い地表の太平洋高気圧の張り出しが続いた上、上空の偏西風が北に大きく蛇行したことなどにより、上層の高気圧も張り出しが強まったことなどを挙げています。